西川博士人は日本の実業家、日産自動車株式会社で代表執行役社長と最高経営責任者を兼任した。東京都立と山高等学校を経て東京大学経済学部を卒業。1977年、日産自動車に入社。1999年以降、米国や欧州地域のマネジメントコミッティ議長や、 購買部門を統括する副社長、子副会長を歴任。2016年11月より、代表取締役会長兼社長兼 CEO のカルロス・ゴーンが、三菱自動車工業の会長を兼務することに伴い、日産自動車の共同 CEO 兼副会長に就任。2017年、日産自動車の代表取締役社長兼 CEO に就任。 2018年に代表取締役会長のカルロス・ゴームを呼び代表取締役のグレッグ・ケリーが金融商品取引法違反容疑で逮捕された際には日産自動車側代表として一人で記者会見に臨み1時間以上にわたり謝罪と状況説明、質疑応答を行った2019年コーポレートガバナンスの強化を図り日産自動車を 指名委員会等設置会社に移行した。その後、不当に多く報酬を受け取っていた問題が発覚し社内調査がなされたが、意図的に多く報酬を得ようとして指示をしたことはないと結論付けられ、他の報酬を多く受け取っていた役員に関しても同様としていた。しかし、9月9日の取締役会で社外取締役の伊原恵子が辞任を促し、 社内の世代交代に反発していた山内康弘 COO も即時辞任を主張した。これらの騒動の責任を取り、9月16日付で代表執行役社長兼 CEO を辞任。山内康弘が暫定的に代表執行役社長兼 CEO 代行に就任した。川口人志副社長は西川社長の気持ちを察すると、じくじたる思いだとした上で、 ガバナンス改革が機能したと評した。2020年2月に日産の取締役を退任し、日産から完全に離れた。ありがとうございます。